トベニュースとオーディション、初お披露目。平野紫用ウェルナンバーアイメンバーアドバイス満載満載。平野紫耀とナンバーアイのファンの皆さん、お待たせしました。トベが送る新生オーディションから、初々しい才能たちが登場しました。島田康が、松光、川田隆起、藤城昇進、翔介川優、彼ら5人の魅力的な姿勢がトベの舞台で輝きます。 記事では、オーディション生たちの初披露イベントや、クリスマスイブの、10便、配信での面白いエピソードをお届けします。平野志陽や北山博光からの真摯なアドバイスも必見。島田の、ダンスがかっこよく踊れない、という質問から、藤代のサンタさんへの質問まで、メンバーとのやりとりに笑顔が溢れる瞬間も。とべは、2023年4月23日。 トベニュースとオーディションの指導を報告。そして12月24日、公式サイトにオーディション生のプロフィールページがオープンしたことを公式 XQ ツイッターにて発表した。オーディション生は島田大河11歳、松光11歳、川田隆起12歳、藤城昇進13歳。 小助川優、11歳の5名で、公式 YouTube チャンネルでその模様が公開されていた。同日、公式 YouTube チャンネルでの配信番組、d ー b ー n にはオーディション生も出演。クリスマスイブの特別な配信に合わせ、サンタクロースの帽子をかぶって初登場し、緊張した面持ちで自己紹介。先輩たちへの質問コーナーも設けられ、 ファンにとっては嬉しい瞬間が続く。島田はナンバーアイの平野仕様への質問で、僕はダンスがかっこよくうまく踊れません。どうしたらかっこよく踊れますかと尋ねる。平野ははじめは、いや、ないよね。 と困惑し、周囲の促しに応じて、俺も小学校1年生からずっとダンスやってるんですけど、明日うまくなってたらいいなとか思ってたけどやっぱなくて、やっぱ日常からダンスを盛り込むしかないんすよ。ダンスといえばアイソレーションとかが大事、と語り、日常の中にアイソレーションを取り入れた動きを実践してみせ、笑いを誘った。 藤城はナンバーアイの騎士ユタへの質問で、サンタさんからもらって一番嬉しかったものは何ですかと、質問。騎士は、自分は野球やってたんで、トレシュー、トレーニングシューズが嬉しかった、と答える。逆に、自分が欲しいものを聞かれると藤城は、靴とか欲しいです、と返し、騎士くんが買ってくれるよ、と、周りがある一幕も、 慌てた騎士は、サンタさんが来ることを願いましょう。とまとめた。まずはイムプエの佐藤氏へ踊ってる途中で疲れて、最後の方は笑顔がなくなります。どうしたら最後まで笑顔になれますかと、質問。笑顔でいなきゃって思って踊るんじゃなくて見てる人に笑顔になってほしいって思って踊ればいいと思います。 と佐藤が答えると一同は感心し北山博光もいいアドバイスだ、ね、とうなずいた。しかし、どう心に響いたと聞かれると松は、まあ、あ、と曖昧な返事で、厳しい。鳥羽は苦笑いに。川田は北山博光へ、僕の、かっこよくてインパクトのある自己紹介を考えてほしいです。とお願い。北山によると、ナチュラルにすごい責任感あるやつ来たね。 と困惑し、三宅県がプレッシャーをかけた。その後、イムップの椿安縛が自己紹介を披露する一幕も、北山は、下の名前を言って苗字を言うとかっこいい説ある、と言い、自身が実践してみせた。これに対し川田は、めちゃめちゃいいです、と応じ、実際に自分もやってみると、かわいい、と周囲に褒められていた。 小助側はナンバーアイの神宮寺雄太への質問で、ステージに立つ前に、必ずやっているルーティーンはありますかと、質問。神宮寺は、まず、現場に3、4時間前に入って、トレーニングして、ヨガして、サウナ入って、で、歯医者さんを行って、と冗談で返していたが、突っ込めよ。と自分から言う事態に、その後真面目に、本番前。 結構時間がない時とかもあるじゃないですか。だからあえてルーティーンを作らない方が本番に臨める、と回答。これには平野も同意し、準備すればするだけ緊張感が自分の中で高まっちゃう、と語った。最終的に、神宮寺は、だからあんまり作りすぎない方がいいと思うよ、とまとめた。 トベニュースとオーディションから生まれた新しい才能たちが、先輩たちからのアドバイスを受けながら成長していく様子は、ファンにとって感動的であり、今後の展開がますます楽しみです。ファンの皆さん、彼らへの応援を忘れずに、トベはこれからも新たなスターたちを輩出し、音楽シーンを彩っていくことでしょう。お楽しみに。 トゲニュースとオーディションから誕生した島田康史が松光、川田隆起、藤城昇進、昇介川優の新生たちは、ト部の舞台で初めてファンの前に姿を現しました。公式 YouTube チャンネルの10ンでは、彼らがクリスマスイブの特別な配信に登場し、面白いエピソードや先輩メンバーからのアドバイスを披露しました。 平野紫仕様やナンバー、アイのメンバーたちからの真摯なアドバイスを受けながら、オーディション生たちは自身の魅力を伸ばし、成長を遂げています。ダンスの極意や笑顔の大切さ、ステージ前のルーティーンなど、先輩たちからの豊富な経験を通じて学び、ファンとの交流を楽しんでいます。は これからも新たな才能たちを発掘し、音楽シーンに新風を吹き込んでいくことでしょう。ファンの皆さんは、これらの新生たちを応援しつつ、彼らの成長を見守ることができます。トゥエニュースとオーディションは、音楽への情熱と才能を持つ若者たちにとっての夢の舞台であり、彼らの活躍がますます期待されています。新しいスターたちの躍進に期待し、 飛べの未来を共に盛り上げていきましょう。